最近あったきらめいたことは、梅雨明けが早かったこと。位置についてよーい、ワンツーワンツースリーフォー、サンダリアンザレイディオ。あなたも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 みんなダリオ。理由なんていらないよ、ついてきてほしいの。約束ね、19時に集合。皆さんこんばんは、しおいりあすかです。皆さんこんばんは、黒木あまかです。二人揃ってサンダリオン。何のポーズ？日傘を差してる。あーん、あーん、そう、梅雨明けたあけど、うん、結局日傘という傘はね、差さなきゃいけない。そうね、なのでちょっと自分を奮い立たせる、してた、忘れないように差そうねっていう日傘ポーズでございます。なるほど。はい、この番組は恋の力で世界にきらめけをコンセプトに活動中の私たち、はあ、私たちサンダリオンがパーソナリティを務める文化放送初の冠レギュラーラジオ番組です。サンダリオン・ザ・レディオ67回目。はい、そう、姿勢の話をしててね。そうなの某お笑い芸人さんのお話になったの ね。こうなるのが良くないから、胸を張って生きていこうっていう話になってたんです。さっき。へか。は？へ。へか。へかの。へ。でもそれだとちょっと丸パクリになっちゃうから、やっぱ。はすかははにしよう。わかった。は。は。どう。どう。ちょっとは何。ちょっと。どうですとかにしとく。どうです。ね、まあやっぱ七夕の時期だし。そうだね、願いを持って生きていこうよ。はい、そう、七夕までに梅雨明けてなかったら、うん、割と毎年梅雨明けろって思ってるんだけど。そうね、長いなってなるけど、もうなんか明けたっぽいのでね。後半20何日ぐらいからもうずっと晴れで、もうなんかそうやん、すごい灼熱、日差しがね、すごいびっくりした。本当になんかジリジリという効果音が聞こえてきそうな ね。これは焼けてますわっていう ね。みんなも日焼け対策ね、多少はした方がいいと思いますよ、うん、水をねたくさん飲んでください、はい、気をつけください。ということで、願い、願い事、短冊、せっかくだからね。そうね、七夕なんだろう、でも、うん、サンドリオンが、このまま定期的にみんなでご飯に行きますように。かわいいんだけど行こうよ、行こう。ちゃんと私が言い出すようになってるでしょ、もう毎回そろそろ行かない、すごくない、もうあんなに尖ってたマジ尖り続けて、なんかそう3億年って感じだったんですけどいや、そんな、なんかまあここ2、3年は別にそんなことないけど、なんかもう入所したてとかもう絶対に誰とも仲良くしないみたいな感じのオーラが、うん、だってなんか私以外のメンバーでは飯行ってたけど、私誘われても、あ、うん大丈夫、帰るね、お疲れって言って帰ってたからなんかね、ライバル、そう、ライバルだし、なんか飯行って何話すんって思ってましたからだってお互いは別にそんな仕事してない時期だったから、お金もねちょっともったいないじゃないですけど、節約できる部分はしようみたいな思ってたし、そうよ、やっぱ仕送りをもらって生きてたんで。そうね、そうなんです。そうね、ね、私もできるだけ安いところで贅沢しないぞっていう感じだった、思ってたっていうのを建前にして、え、行かなかったそんな私が、でも私ね、そう、誘ってますから、誘ってくれて、予約もしちゃって、いや、そうびっくりした、なんか誰も予約する流れになんねえからさ本当にごめん、誰かやるだろうっていうか、まあ、まずお店決めて、うん、ね、まあ某チェーン店に行くんですけど、今度また行くんですけど、提案したのは確かに私だよ
でも あんたたちが好きな店じゃん。ごめん、そうだよね。私は知らない、行ったことないからさ。あ、行ったことないの？行ったことないよ。あなあなあ、もうすごい私に苦手そうというか。あ、そうね、かつての私なら。言っちゃうけど赤からに行くんですけど。そう、あのじゃあなんかもうめっちゃ面白かったのが、赤からで、まあ、3番が基準じゃないですか。そう、辛さのレベルがね、選べるんですって。大体みんな3番で、でなんか、え、でもニャンニャンちょっと辛いの苦手だよね、じゃあ森ちゃんと同じ鍋にしてなんか2人で一緒の辛さのやつ頼んだらって、あ、でも私3はいけるからみたいな感じで、なんか3が結構レベル高めな感じで言ってきてなんか 3ぐらい別にいけるけどみたいなテンションで言ってきたのがめっちゃ面白かった。そう、アミとアスカが、え、3はだからスタンダードだけどみたいな、2人で目合わせてみたいなされて、私はそう苦手なのに頑張ってさ、特訓してさ、3を食べれるようにしたの、みんなと行くために。なのになんか、え、 3でどうやってますけどみたいな雰囲気出されても、もういいもん、卵いっぱい入れたら食べれるもん、7とか。あ、そうね、最後じゃん、なんか雑炊とかリゾットとか。やばい、大丈夫か。3はでも割と本当に美味しく食べれる。まあでも不安だったら2とか1にしてもいいかもしれない。もよも 3ぐらいは食べたいでしょきっと。あ、じゃあもう私たち3にして、いいよ、2人1に、なんか低いレベルに合わせてあげるみたいな。違う、別に私はどの辛さでも美味しく食べれるよ。くそ。中辛も行きます。この間前にアミちゃんと行きましたね。予約したから行くぞ。ありがとう、ありがとう、楽しみにしてます。ということで早速始めていきましょう。サンドリアンザレディオスタート。改めまして、サンドリオンの紫色担当塩入飛鳥です。サンドリオンのオレンジ担当黒木ほのかです。はい、ではここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。はい、お願いします。あ、なんかいっぱいあるね。紅茶さんからいただいております、うん、ありがとう。ほのけ、塩ちゃん、こんばんは。こんばんは。先日、うん、福島県の会津若松に温泉旅行へ行ってきました、いいな。温宿東宝という名前の温泉宿に泊まったのですが、うん、はい、ここの温泉は、え、空の湯と棚雲の湯と呼ばれる2種類の露天風呂があったり、夕食と朝食が会津地方の郷土料理の小津湯やソースカツ丼を中心としたバイキング形式で、種類が豊富で、ご飯物だけではなくスイーツの数も豊富で、すごく贅沢でした。そして旅行の最後に夜に鶴賀というお店で食べた馬刺しは最高に美味しかったです。馬刺し専門店だけあって、馬では希少部位のレバーやタンを食べることができるので、タン、馬の、会津に来た際は必ず食べて帰ります。始まりから終わりまで最高しかない旅行になって楽しかったです、お二人は遠くに出かけるときに限らず、近くに来たらこのお店についつい寄ってしまうみたいな場所ってありますか、ということで。うわ、お写真をいただいております。いいね。これ夕食で出たスイーツ、スイーツたちで、2枚目は朝食で食べたスイーツ。スイーツとスイーツ、待って、小津湯が気になるんですけど、ね、小津湯とはなんだろうね。なんだろう。ソースカツ丼いいな。いやめっちゃ美味しそう。こんだけ全部食べたの。これこっちが朝でこっちが夜。夜の量半端ないよ。半端ないね。何品、何品乗ってるんですかっていうぐらい。ね。しかも結構ちゃん、小津湯全部美味しそう。何ですか。芋煮みたいな。あ、芋煮みたいなの。煮物なんだ。いいな。へえ、美味しそう。いいな。いいな。私は。うん、なんだろうな、近くに来たら、うん、お店に寄っちゃう食べ物屋さんだと、うん、カムクラ。あー、好きだよね。ラーメン、そう、美味しいラーメンっていうね、うん、商品名のラーメンが売りなんですけど、そうめっちゃ好きなんだ。おいしいの、餃子も美味しいし。あ、そうなんだ。そう、幸せなの。あら、
あんまり行ったことないのよな。本当？行ってみよう今度。一緒に行ってあげてもいいけどね。じゃあちょっと誘うわ。うん。うん。誘って。誘断らないでね絶対。うん。あ、本当に？うん。仕事あったら無理だよ。うん。そこは分かって。あ、そこは。やっぱりなんかわがまま彼女になんか。お願いだから分かって。仕事と私どっちが大事なわけ？いや両方。違うじゃん、ベクトルが違う、大事じゃないの？え、そのベクトルって、うん、私、うん、でもやっぱり、うん、アスカのことも大事だけど、うん、仕事に行かないとアスカと楽しい時間を過ごすっていうのが難しい、うん、え、でも私とずっと一緒にいるのが一番の幸せじゃないの？いや、もちろんそれは大前提そうなんだけど、うん、アスカと一緒にいるためには、うん、二人が暮らしていくだけのお金を稼がなきゃいけないじゃない？お金ってなくても幸せになれるじゃん。じゃあ食べていけないってこと？それは犯罪を犯し無銭飲食をし、お金不法侵入をし、人の家でお風呂に入るということ？やっぱり、まあ、実家に来ればいいんじゃない私の。あ、それはいいかもしれないね。あ、ちょっと本当に行くよ。いつでも行くよ。あ、じゃあもう引っ越そう今すぐ。実家に。でもその引っ越し費用は？引っ越し費用はパパ。パパ。パパ。何から何までお世話になります。よろしくお願いします。何の話よ。何の話？アスカは寄っちゃう店とかありますか？雑貨屋さんとか服屋さんとかでもまあ何でもいいんじゃないですか？なんか服欲しいわけじゃないけど、いつもこの店見かけたらとりあえず入っちゃうみたいな。そういうのもありますけどね。普通にいつも入っちゃうじゃないけど、うん、もう渋谷のカニチャーハンの店は、うん、もう行くたびに覗き帰ってたんだけど、この間初めて覗き帰ってた。香りだけを楽しむか。それは軽犯罪違うか。カニチャーハンの店っていう、うん、名前なの？チェーン店の、うん、そうカニチャーハンのお店があるんです。それも行こう。そう行こう。美味しかった。この間行ったんだけど。でも先に私の方行くんでしょ。鎌倉行って、うん、2軒目で、うん、カニチャーハンの店。鎌倉で結構完結しそうだけど、うん、美味しかったんですこれ。え、すごい、そんな感じなんだ。本当にチャーハンが主役って感じだね。これ YouTube でも作ってる動画があるので。あ、そうなの。それを見てから皆さんぜひ行ってください。確かに。そう、よりなんか感動がね。そうなので、結構目の前でもオープンキッチンなんていうの、うんうん、もうなんかなんていうんだっけ、ライビングな、わかんないけど、なんかそのライブなんか見せてくれるのも作ってくれるの、ちょっとエンタメ性もあるんだ。そうそうそう、すごい、いいね、楽しそう、美味しかったです。目からも楽しめる感じ。へえ、いいね。はい。したらまた報告できたらいいな。うん、そうね。ありがとう。はい。続いて、リッチコウキさんからです。はい、ありがとう。こんばんは。こんばんは。最近。僕の中でオレンジジュースが熱いです。熱い。小さい頃はオレンジジュースばかり飲んでいて、しばらくはそんなに飲んでいなかったのですが、スーパーで見かけたオレンジジュースがめちゃくちゃ美味しくて最近ハマってます。お二人は何か再燃してるものってありますか？再燃昔ハマってて最近。はい、どうぞ。スーパーカップのバニラ味、うん、そう、アイスですね。なんか久々に食べたら、うん、マジでうまくて、こんな美味しかったっけって思ったね。そう、なんかこの前ホットケーキを自分で作ってみたんですよ、うん、パンケーキみたいなやつ、うんうん、でなんかそれにバニラアイス乗せたら美味しいなと思って、うんうん、でなんか割とさ、そのノーマルなバニラアイスってちょっと売ってないというか、チョコチップ入ってたりとか。そうなのよ。なんかアレンジが、コンビニだと意外とね、アレンジされてるものが多くて。確かに純粋なやつと思ったら、もうスーパーカップのバニラしかちょっとなくて、うん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 、これでいいかと思って買って帰って乗せたんですけど、まあ、パンケーキも美味しいからよりね、アイスも美味しかったのかもしれないけど、とにかくなんかアイスがうまくてびっくりしちゃったね。そっからちょっと買ってるもんね、やっぱスーパーカップ。あるよね、そういうの。久々食べたらめっちゃうまいや、うん、みたいな。アイスの季節ですからね。皆さんもちょっと改めてこう原点回帰じゃないけど、うん、昔食べてたアイスとかもおすすめですよ。ぜひ。あすかちゃん、なんかありますか？私は最近は、うん、なんだろう、なんか前までこう、うん、割とちょっと前まで、うん、あんまり肌露出したくない
気があったの、はいはい、だけど、うんうん、最近はなんか別にお腹出てても平気になったなるほどね今はそういう時期そうですね、うん、そう確かに肌見せファッションな感じというかイメージはそこまでないかも、うん、最近はでも出してます、うん、あそうなんだ、うん、まあ暑いしねそうもう出さざるを得ない、うん、とぴっちりした服も好きになってきたかな確かに昔めっちゃゆったりというかねそうゆったりダボダボが好きだったけどオーバーサイズで着てたけどそう割と服装も変わったね結構変わったよね昔だったらこういうなんかねお姉さんみたいな着なかった着なかっただろうし田舎のヤンキーみたいな服ばっかり着てました でっけえロックバンド T みたいな感じのやつにショートパンツにみたいなちょっとしたブーツとか履いてましたねとか、うん、イメージありますけど そう、まあ、それも似合ってるからねまた、うん、またいつかじゃそう着てもいいと思ううん、雪が出たらまたじゃあ雪はいどはいたくさんのお便りありがとうございまし ました引き続きサンドリオメンバーへの質問や相談事など何でも OK なので送ってくださいはいそれではここで1曲お聴きくださいサンドリオンで B 社員サウンドオリオンオンザレイディオ。ありもの対決サンドリオン。このコーナーはその日のパーソナリティの2人が文化放送に転がっている何かで対決するその日暮らしのバトルコーナーです、はい、負けた方には罰ゲームが待っていますので頑張りたいと思います、はい、そして罰ゲームの案はリスナーさんから送ってもらっていますよはいじゃあ今回の対決は、ビルディングブロックスゲームというものをやりたいと思いますなんか土台がグラグラしている上に、うん、なんかねこのカード山から引いたカードに、はい、ブロックのね絵柄が書いておりましてそれに対応したブロックをどんどん積んで行くっていう感じのゲームです。で交互に積んでいってこれがピャーって崩れた方が、うん、負けです。はい。結構種類がありまして。そうだね。カラーによってね形が違いますので、うん、ちょっと運要素も入ってくるかなと。確かに何を引くのか。思います。で一応なんかこう積むのはなし。そう。一応平面でね完成させていく感じでございます。はい。よしじゃあやっていくか。はい、はい、最初はグッキャンキャン、はい、先行くか普通にポン黄色見えますかね、うん、まあこうだよおお
ょっと幅感がちょっとねわからないんですけど、一応これでいかせていただきます。くお、これはまあおうおう序盤に出る分にはまあうんそうね、うん、いいね、バランス取ってこう。パン、またき、おお行きたいねそこに。うほー、青、あら、でもこうかな、ちょっと幅が微妙だね。うん、お、オレンジ、うん、ここ入れるか。じゃあ行きたいね。ですね、幅が木産をミスっていますね、私は。無理じゃないどうしよう。じゃあこの3個しか土台がないことになっちまうぜ。タイトな地図にねやばい、どうしたらいいのこれ。無理だ、すまん、ここに置くしかない、うん、無駄だね。ちょっとねできちゃったけど、できた、まあ、余白の美ということで。ここにいいよ。ちょっと回転しちゃうね。黄色、私黄色ばっか、黄色ばっかりだね。やばい、この青が本当に半端ない。ふにゃふにゃだから前マジ半端ないよ。ごめんちょっとブロック選びもね、ちゃんとしたねブロックに。いやこれやばいぞ、いやこの青やばすぎる、うん、えおお、青、その青の上ちょっとトラップ置けないかも、ね、お紫は、新規のやつです。でもここ置きたいよね。置きたい、ちょっと置くね、手前奥側みたいな、ちょっとこっち側にすればいけるかもしんない。カニチャーハン食べたいな。え？え？さすがね。お腹空いてきちゃった。うわ！ちょっとこれ。倒れろ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 。くーやだ！やだー！うわ、うまー！器用だな。ピンクの長いやつ、でこれがちょっとふにゃふにゃしてるので、一番これこれがいい。あのいやでも外側に開いてるやつか、内側にベコってなってるやつか、違いか。いやここにさ入れたいよね。行ってほしいよ私は。もう一回チャレンジしていい？うん。いやこれがちょっと、でもどうしたらよかったの。ちょっとでも私がもうちょいこっちなんだ。いや難しいですよ。でもこれね、下に線がね一応うっすら入ってるんですけど、本当だね、薄くあるが、があるけどここに完成ルートが見たいよね。でもやっぱここなんか薄い線がさ、うん、あんまりこの大きさに対応してない線な気がするんだけど、どない？逆線確かに終わった後にね。あ、綺麗。でもアスカそこ持ってるもんね。だって本当だね。あやっぱむずいんだ、むずい、ここの方がいけないんだ、はい、ということで、対決終了です。今回勝利したのはしおりアスカさんです、はい、いやちょっとこれまた久しぶりに負けてしまったかもしれない。罰ゲームのやつありますか？はい、小次郎さんからです。ありがとう。エンディング中ずっと半分見切れてる。運命じゃない、私がこの罰ゲームになったぜひ言ってほしいわ、あれを。3年半ぐらい前の私の名言があるんですよね、うん、はい、
ぜひ言ってほしいです。そうということで、じゃあ罰ゲーム後ほど執行しますので、はい、こんな感じでね、リスナーの皆さんからは罰ゲームの案を募集します。以上、ありもの対決サンドリオのコーナーでした。サンドリオンザレイディオ、飛ばさないで、消さないで、最後まで聞いてほしいんだ、ただ4分間だけの奇跡。お送りしてきましたサンドリオンザレイディオ、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオンへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどお待ちしております。はい、宛先はおはがきの場合、105-8002文化放送超 A&G サンドリオン A&G プラスサンドリオンザレイディオまで、はい、メールの場合はすべて小文字で son@joqr.net son@joqr.net です。はい、また番組ツイッターで私たちの写真もアップされるので、ぜひフォローしてください。そして番組のアーカイブが毎週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、もう一度アーカイブでも楽しんでください。そしてサンドリオンからお知らせです、はい、サンドリオン夏フェスやります、はい、7月23日土曜日に、うん、スリーマンライブ、そしてあとカラオケ大会の2公演、うん、で24日日曜日にはサンドリオンフェスステージというドリステをやります、はい、詳細は公式ツイッター等ご確認ください。はい、続いて、サンドリオンフィフスアニバーサリーライブ Going Our Way のブルーレイ発売が決定しております。発売は今年の夏頃予定なので、そろそろね、日程が発表されるんじゃないかなと思っております。またサンドリオンの次回ワンマンライブの日程は10月の8日土曜日、山のホールで開催されます。こちらも詳細をお楽しみに。その他サンドリオンに関する全ての情報はサンドリオン公式ツイッターを確認してください。はい、見切れてんねんけど見切れてんねんけどこれは出ましたね、言これ本当いつだろうね、いつだろう、でも本当にそうなんですよ、あったんです。スターバっていう私たちがこう事務所から配信している、うん、あの番組が YouTube で今やってるんですけど、もう初期がニコニコ生放送とかでやってて、はい、多分、うん、でも本当その初期の時代に、なんか、うん、なんだっけ、なんか見切れちゃったんだっけ、見切れた経緯がちょっと思い出せないな、思い出せないただ見切れていたの、見切れててで、なんかそこで私見切れてんねんけどって言ったんですよね。難しい、それも、ね、メンバーの中でちょっとモノマネが流行りましたし、流行ったマネージャーもつぼってました。そうです、懐かしい、だってお便り読んだ瞬間に脳内再生されたもん、再生されたよね送ってくださった方は分かんない、どうなんだろうね、どうだろうね、狙ってるのか、知っているのか、うん、そう知らないのか分かんないですが、うん、はい、そんな小話がありました。はい、次回のパーソナリティは、コミコヤですね、はい、小峰さん、小山さんです。はい、はい、それでは今回はこの辺でお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイバイ。